卵だよ。
後の夢ちっとも見なくなっちゃったの。響ちゃんの夢は映画だよ。有名な外国の映画の夢物語だってみんなが言ってたよ。みんなが外国の映画の夢物語、そう言われるとそうかもしれない。でも出てくる人は私と勝負だよ。その辺のグループの子たちに。なんで？行けないの？え？赤手紙通りには行ってないよ。赤手紙通りには秘密ってことでしょ？難しい問題なんだね。でもさ、そんなことよりさ、夢の続きが気になるよね。沈むよ。え？沈んじゃったんだよ、その船。なんで私の夢の続きをタマが知ってるの？おかしいよ、そんなはずないよ。だってすごく有名な映画にもなった、現実にあったお話だよ。みんな知ってるよ。違うよ、現実じゃないよ、私の夢なんだよ。本当のことだよ。氷山にぶつかって海に沈んだんだ。違うよ、違うよ、絶対沈んだりしないよ。私の豪華客船は沈まないの。響ちゃんだって気づいたはずだよ。銀河鉄道の夜読んだ。知らない、まだ読んでない、読み終わってないもん。現実には沈んだんだ。夢は沈まないもん。どうだ、タマ参ったか。やった、やった、ショーゴ大好き、ありがとう。あ、ごめんタマ、今がっくり来ちゃった。私とタマは親友だね。でもあの電車には乗らない。だってあそこは寂しいところだもん。私は行きたくないよ。タマも行っちゃダメ。
多分帰ってこないよ。私のお父さんはそうだったもん。あのね、私のお父さんはあの鳥を捕まえる人みたいにおかしくて悲しかったよ。きっとまだあそこでもあんな風にわけがわかんない。みんなのことをすごく気にしながら忙しく働いていると思う。かわいそうなお父さん。私はわかんないよ。みんなの幸せってわかんない。違うよ、みんなっていうのがわかんないの。どうして自分より他の人の幸せが大事なの？私の幸せが一番大事だよ。ドカドカするよ、体がドカドカする。俺、シンだからね。赤手紙通りにもお昼するの？でも、私とショーゴはもう行くからね。二人でどっか行くのか？そんな関係なんだ。そんな関係なんだ。どうぞごゆっくり。
ントロックだ。私知ってるよ。これって鍵がないと開かないんだよね。ね、ね、ね。エレベーターなんかついてるよ。もうこれってビルディングじゃん。ね、ね、ね。ショーゴの部屋何階？そっか。最上階が良かったな。私、千早をぐるりと見渡したい。